ジョンリード・ホッジはアメリカ合衆国の陸軍軍人。ジョンリード・ホッジは1893年6月12日にイリノイ州ゴルコンダにおいて誕生しアメリカ陸軍の幹部候補生学校を卒業すると1917年に将位として配属された。ホッジは第一次世界大戦においてフランスとルクセンブルクで活動した。第二次世界大戦中、ホッは 太平洋戦域で活動した。ホッジは最初にジョーゼフ・ロートン・コリンズ少将の補佐官としてガダルカナル島の戦いに参加した。ホッジは続いて1943年から1944年にかけてブーゲンビル島の戦いに加わった。ホッジはフィリピンの戦い中の1944年に 少々に昇進し、沖縄戦後の1945年8月に、中将に昇進した。ホッジは、第10軍の第24軍団でにおいて、指揮官を務めた。終戦後の1945年から1948年まで、ホッジは、朝鮮半島南部に設置された、軍政庁で、軍政長官を務めた。ホッジは、ダグラス・マッカーサー大将の指示により、 1945年9月9日に新川に到着した。ホッジは朝鮮半島の38度線以南に残っていた日本軍の引き渡しを受ける司令官を務めた。ホッジは1948年にアメリカに帰国し、1950年までノースカロライナ州法とブラッグで過ごした。1950年に朝鮮戦争が勃発するとホッジは、 第三軍の司令官として任命を受けアメリカ本土を主として活動した。ホッジは1953年6月に軍務を退いた。南朝鮮を軍政下に置き、ホッジが任官していた期間に朝鮮戦争に至る政治的混乱が続いた。これを 当時の軍政の失策として批判する声がある。しかしホッジは喫水の軍人であり、政治や外交、朝鮮の政治的背景の知識を全く持ち合わせていなかった。このため、軍政庁を置きホッジらを認じたマッカーサーを長とする連合国軍最高司令官総司令部の無関心にも一因があったと言える。ありがとうございます。